はバネールシアカートレーナーがチャンピオンの頬を一発張りました。そしてチャンピオンを送り出した。一番好きな言葉は気迫だと語っていた挑戦者ムグルマ。渡辺さん、ムグルマの性格のいいところが出てますね。そうですね。さあ和島さん、こうなるとあと2つのラウンド、もう精神力ですか。ああもう気迫、気迫しかないですね。はい、気迫しかないですね。ここまで本当に苦しい思いをしてまいりました、ムグルマ拓也。残る2つのラウンド、ムグルマ君はね、本当は左に回るのは本当なんですけどね、あれ右目が見えないんで、右目横から打たれちゃ困るんで、結構右動いてますよね。大丈夫ですか。これはあれのもあれがいいんです、あれのがいいんです。チャンピオンの右ボディーブローです。この回はチャンピオンまたちょっと足を使っています。チャンピオンは左へ回ります。バスケス、ね、はい、バスケス左フックあまり打ってませんよね、本当はバスケスから言わせたら左フック本当は打ちたいんですよね、なかなかね、僕にも君は打たせてませんよね、はい、レフリーが両者を分けました。本当にこの前の初防衛戦ではムグルマがパクチャンヨンのバッティングの前に苦い思いをしましたが、今日は思う存分自分のペース。しかしチャンピオンも重いパンチを返します。ムグルマのワンツーです。あー左、ムグルマの左のショートパンチがカウンターになった。渡辺さん、いいですね。そうですね。場内大歓声。11ラウンド、ムグルマが非常にいいパンチ、場内割れんばかりの大歓声であります。大阪府立体育会館、右を狙ってますね。バスケスは、はい、ラスケスは右の一発を狙っています。これだけは要注意。ムグルマもう大体呼んでますよ、右は、はい、はい、目見えないところの左、はい、ムグルマもしかし強気に打ち返す。短いパンチを集めます。バスケスも短いパンチ。11ラウンド残り40秒です。ムグルマ、いいムグルマのショートパンチ、そして右、左で距離を取って右を叩き込むムグルマ。バスケスも狙っています。左フック、バスケスは左のフックから右のストレートの返しが得意です。しかしムグルマ今日はまともにこれを食らっていません。ムグルマなし。11ラウンド終了間際、またムグルマなし。審査会場を繰り出すムグルマ、左のフックが当たった。ムグルマは非常にいいペース。ここで11ラウンド終了。ムグルマの顔に勝利への確信が浮かんでいます。ムグルマの表情には王座復活への確信が渡辺さん伺えると思うんですが。そうですね、もうムグルマ勝ってると思ってるでしょ。そうですか。バスケスの顔はね、不安がってますね。また表情はだいぶ焦ってるみたいです。渡辺さんのポイントで3つぐらいですか。僕は2つ3つは僕ムグルマに見せたと思います、はい、和島さんどうですか。僕は4ポイントぐらい勝ってるんですね。4ポイントさあ残り3分、残り3分にムグルマ王座復活戦をかけてこれまでの自分のボクシングの集大成を見せてほしいところであります。チャンピオンの右ストレートが伸びた。これだけは要注意、これだけは要注意。あと2分40秒。チャンピオンはやっぱりカウント負けてると思ってますね。せやからやっぱり言ってますね、やっぱり、はい、明らかにチャンピオンコーナーもポイントの上では負けている、そう思っているんでしょう。ムグルマの右がカウンターになった。ムグルマ陣営はね、勝ってると思ってるのにね、ムグルマ君は行くでしょう、はい、これが素晴らしいですよね。そうですね、守りになったら相手に攻められますよ。今度はチャンピオンがムグルマを追い詰めた。バスケス第12ラウンド、これだけの KO 率を誇る両ハードパンチャーの戦い、誰がこの最終12ラウンドを予想したでしょうか。ムグルマのいいパンチがヒットした。なんとしても残り2分、今のペースを守ってくれるムグルマ。チャンピオンは一発を狙っています。チャンピオンは一発を狙っています。しかしムグルマ勇敢です。前へ出ます。中間距離は禁物です。チャンピオンは左の距離を取って、
はね、一発で当てよう当てようと思って打ってるだけに何も当たらないんですよね、力入ってね。これだけ1ラウンドからの激しい打ち合い、なかなか見られませんよね。ムグルマ君よく練習しますね、はい、素晴らしい。お互いに練習量には自信を持っていると語っていたチャンピオンと挑戦者。ムグルマがまた体をつけました。いいですね。1分を切っている。チャンピオンの左右、この距離を、この距離を、このペースを守ってほしいムグルマ挑戦者。さあ残り40秒、ムグルマ栄光の王座復活なるか。残り40秒です。ムグルマの左を返す。チャンピオンの連打、ムグルマ耐える。右目はほとんど見えません。しかしムグルマ耐える。30秒を切っている。30秒を切っている。バスケスの左、左、しかしムグルマ耐える。距離を取ってはいけません。接近しろムグルマ。もう15秒だ、もう15秒だ。もうそこまで来ていると思われます。あと5秒です。5秒です。試合終了のゴング、試合終了のゴング。お互いに両陣営がそれぞれの選手を抱きかかえて勝利を確信していますが、さあ果たしてこのジャッジはどうか。和島さんの採点は3つ4つ、そして渡辺さん2つ3つ。そうですね、はい、2ポイントぐらい勝ってると思います、それにしても2人の手数は一体いくら出たんでしょうか。いくつもパンチをお互いに浴びたんでしょうか。 3.5、 私 3.5 勝ってる。和島さん 3.5 ポイント。さあコールされますがどうでしょうか。今日のジャッジはアメリカが2人、ベネズエラが1人。この試合ドロー、引き分けでございます。引き分け。おい、本当かおい。和島さん、本当かおいとおっしゃいましたが、いや私は3ポイントで勝ったと思ったな。渡辺さん、首をかしげましたね。そうですね、やはり僕はやっぱり日本ですし、僕が勝ったとの1ポイントか2ポイントはやっぱり取ってくれてると思ってました、はい、いやこれ引き目なしにね、はい、このアグレッシブな点というのはやっぱり、ね、どうですか和島さん。攻めてるんですから ねこれは絶対もね、これはもうおかしいっていう言い方変でも ねおかしいって言いたいね。そうですね、ドローはないわ。ドローによってタイトルの移動はありません。の試合の結果をお知らせいたします。初防衛に成功したことを期待いたします。115対115、ジャッジペーパーが手元に来ました。アメリカのワーナーは115対115のドロー、ムグルマ、そしてロルダンは116対114でムグルマ2ポイント、112、そしてジャーマンジャッジが117対112で、これはバスケス。あ、和島さん、女性レフリーがバスケスにハイポイント取り付けましたね。ジャッジワーナー115対115、私どもも放送をしていて明らかにこれはムグルマがタイトル奪還に成功したものと確信して話していたんですが、予想に反してドロー、チャンピオンの初防衛がなりました。